この東洋のマンハッタン、天津が財政破綻で、中国最大のゴーストタウンが出現というのは、はい、これは福島さん、あのゴーストタウンがあるというのはよくあの、ね、これこのコーナーでおっしゃってた、その新しい街が、その、はい、郊外型の街がモールなんか作ったけど誰も住んでなくて、うん、その、はい、無人のゴーストタウンになってるっていうのは聞いたわけですが、これあの天津ですよね、僕らが知ってる。そうなんです、だからもう天津までっていう、まあ、もともと天津ゴーストタウンがあったんですけれども、なんかもうそこまでですか、町全体がこうだんだんと人がいなくなっちゃってるってことですか。まあ、天津の市中心部からまあ若干小1時間離れたと、車でいうと小1時間離れたところなんですけれども、郊外ね、郊外ですね。まあ、郊外なんですけど、まあ、いわゆる新開発区ですよね、うん、でここをですね、まあ、なんていうんですか、こう、まあ、ベイエリアのそのなんていうの、横浜に相当するような大都市に、開発するという計画がですね、2006年ぐらいに、始まってたんですよね、うん、ところがこれ、最近になってほとんどの工事が止まっちゃってると、もう資金がショートしてるっていう話が、中国の報道で出たんです、うん、で実際に実は先日行ってきたんですよね、うん、そうすると、まあ、丹宮というところまで高速鉄道が通っているので、天津の次の駅なんですけれども、そこまで1時間で、高速鉄道で行って、そこから、まあ、タクシーを使ってですね、ゴーストタウン近くなので見てきたんですけども、うん、車で行けども、もうどこまで行っても空っぽのビル、うん、あるいは、まあ、途中で止まった建物の工事中の建物っていう感じでですね、うん、もう街ほと計画自体がもう明らかに混雑しているという感じですね。福島さんね、日本のどこかの街でイメージすると どこになります？まあ、本来は横浜ぐらいの、まあ、立場なんですよね、東京から。つまり北京という首都に近くて、で、まあ、はっきり言って高速鉄道使えば通勤圏内って言ってもいいぐらいの近さなんですよ、うん、しかも港が近くにあって、港があって港湾があって、で結局なんか日本円でね、今もう82兆円以上の債務を抱えているとも報じられてますね。あ、天津が。そうなんです。でね、もう天津は、でもう王洋っていう、まあ、乗務員 の指導者の一人がいるんですけども、まあ、内部の会議でもう天津の事実上破綻しているというような指摘をしたっていうような報道も、まあ、あり。ということは、だから横浜がゴーストタウンになったみたいなイメージですか。そうです、だからあのぐらいの規模でゴーストタウンが出現みたいな、まあ、あのぐらい、あんなに大きくはないですけども、まあ、あのぐらいの場所のところでこんなに立地がいいのに、なんで財政破綻なんて、やはりもうそこまで中国経済は追い込まれてるのかという印象をやっぱり受けましたね。